世界各地の話題をお伝えするワールドリポートです。今週はニューヨークから平野記者です。アメリカ大統領選挙まで1週間を切りました。オバマ大統領と共和党ロムニー候補の大接戦が続く中、中小広告合戦が激しくなっていますが、今回の選挙では新たな動きも目につきます。そんな中で有権者が独自に中小広告や映像を作る動きも広がっています。先月16日ニューヨークで開かれた大統領候補による討論会ニューヨークのアパートの一室には若者が集まり、両候補の発言に一喜一憂していました。その中でパソコンを片手に真剣な眼差しで討論会に見入る人の姿が。ミュージシャンのジョナサン・マンさん。オバマ大統領を支持するマンさんはこれまでにもロムニー候補を批判する映像をいくつか制作し、インターネットの動画サイトに投稿しています。この日もロムニー候補の発言を使って新たな映像を作ろうというのです。Binders full of women. Binders full of women. Binders. Binders full of women. Binders full of women. That might be it. Binders. That's my idea. That's my idea. Is she booked? That's Joy Book looking more and more common. That might have been it. Leadership positions than any other state in America.ロムニー候補はこの日、知事時代に女性職員を大量に雇うため、自分のファイルには女性の履歴書が詰まっていたというべきところを、女性が詰まったファイルと発言。討論会が終わるとすぐにマンさんはスタジオへ移動。Banners full of women, banners full of women。ロムニー候補の発言をもとに歌詞を書き上げ、電子ピアノやギターを使って曲を作り、最後に映像を編集。およそ2時間で出来上がりました。女性を物扱いしていると一部の女性有権者から強い批判を浴び、動画サイトに投稿されたマンさんのこの作品もすでに8万人以上が見るヒットとなっています。 Ultimately, my goal is for speed and not for accuracy because people are already talking about it andIt'll be the topic of conversation for tomorrow, and then after tomorrow, it won't be as much of a topic anymore. ソーシャルネットワークの発達で、インターネット上にはマンさんのような有権者が独自に作った中小広告や映像が溢れています。